まずは字を作ります。恐竜の CG が乗っかるので邪魔をしないように大体の構図でざっくり。遠くの景色をモニュメントバレー風に、手前の木は浦安の街にあるような南国っぽい木を配置。ここで1回ラフを提出です。するとあーやってまった。白亜紀の植物は背が高いので変更。柄のついたたわしみたいな謎の植物の幹を伸ばします。侵食された地形でなく爽やかな背景に変更です。遠くの景色はモニュメントバレーっぽいものから針葉樹林に変更です。勉強不足でした。イメージだけで描き進めると非常に危険だという教訓を得ました。修正も終わったので仕上げにかかります。朝にしては少々暗くて汚いので全体を明るい色を薄くかけながら仕上げていくと完成です。本来はこの背景に恐竜くんのイラストが合成されますが、著作権の関係で割愛させていただきます。なので私が学生の頃に卒業制作で作った T-Rex の骨を走らせてみました。それではまた次回。